はい、こんにちは、まーやチャンネル、まーやはるです。はい、今日はこちらですね。うん、バトルボーグ 4G リミテッド VS セットです。初めてかな、こういうロボット系を買うのね。うん、対戦のロボットものでございますね。うん、スティックをこうやって振るとパンチするやつね。うん。うん、いろいろね、パーツがついてるみたいで、うん、武装して戦うことができるみたいね。このセットにはこのアシュラアームっていうのが付属してるみたいですね。はい、では早速開けてみたいと思います。うん、初めてだからね、こういうやつね。どうなるのかちょっと楽しみだけど。はい、下が、これがコントローラーだね。うん、はい、もうすでにパンチしてんね。おお、あ、結構かっこいいんだね。うん、クリアパーツでできてる。うん、そしてこれがアシュラアームだね。うん、なるほど、アシュラアームが2つ右左ついてますね。そしてこちらが青い方、ちょっと近くで見てみようか。こちらでございますね。なかなかかっこいいね。うん、思った以上にかっこよかった。クリアパーツだからいいね。うん、でこの赤い方はグーになってるね、手がね。うんうん、で青い方はパーになっております。うん、これでこうやって戦うわけだね。うん、はい、面白そうだね。うんうん、後ろ側にはスイッチなどがありますね。うん、あ、これ充電式だね。充電式ってやつ。それではコントローラーなど出してちょっと組み立ててみましょうか。はい、はい、はい、ということで全部開けてみましたね。うん、こちらがですね、プッシュバロンってやつだね。うん、それで、シールはですね、この旗だけとりあえずつけましたね。うん、他はちょっとつけるのめんどくさかったからです。うん、今はつけてないです。後でつけましょう。うん、そしてこれがですね、コントローラーなんですが、コントローラーであるとともに充電器でもあるね。ちょうど充電が完了して赤いランプがですね点灯しておりますね。これで充電完了です。20分ぐらい充電してたね。なのでちょうど、パパとエシン君お風呂入ってましたね。はい、その間に。はい、はい、そしてこちらが赤い方ね、アッパーチャンプって方ですね。アッパーチャンプとコントローラーでございます。こちらも充電完了してるんですね。このような感じで握るみたいですね。右手に長い方、うん、左手に短い方で、このイボイボしたのが前に来るようにするね。で、これでこうやってやるみたい。はい、じゃあですね、早速やってみましょうか。はい、それではですね、まず、ペアリングをしますね。まずこちらのロボットの方の後ろにあるね、電源オンにします。これパパから先にやるね。はい、一緒にやっちゃうとコントローラーごちゃごちゃになっちゃうからさ。まずロボットの電源をオンにします。お、光った光った光った。これ今青になって、うん、そしたらこっちのコントローラーもオンにします。うん、あ、ペアリング完了。これで、うん、ちょっと一回パパやってみていい？おお、うん、おお、あ、すごいすごいすごい。なるほど、オッケーオッケー。じゃあ今度 A ちゃんペアリングしましょう。オッケー、そしたらこっちのコントローラーもオンにしてください。はい、オッケー、よし。じゃあちょっと、オッケーオッケー、そう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 。ではやってみましょう。いくよ。はい、あ、生えちゃった。ひどい、ちょっと落っこちちゃった。ちょっと気をつけてよ。 あ、どうしたの？青になった、一個だけ下がった。あ、ダメージか。えちゃんダメージ受けたんだ。はい、じゃあいきますよ。第2回戦目いきます。はい、うわ、あれあれ、はい、あー危ない。えちゃん無抵抗なのに全然動かないんだけど。おら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 。あ、ダメだ。はい、エイシン君の方にアシュラパーツをつけてみましたね。うん、なかなかすごくなったね。これね、両方つけると攻撃力2倍だって。やった。よし、じゃあ行きましょう。せーの、はい、うわー、すごいすごい。あーと、よっしゃ、あ、てかエイちゃん、アシュラパーツついた、取れちゃった。行くよ。操作が難しい、まだ慣れない。やった
やっぱ強いね、アシュラパーツ強い。走らない。はい、今回ですね、このスパーリングモードっていうので遊んでみたね、鬼ごっこモードっていうのもあるみたいなので、これだとですね、3体から20体でゲームできるんだってすごいよね。まあ、いつかやってみたいね、こういうのがね、はい、なかなか面白かったね。いろんな付属パーツとかも売ってるのかな、これもしかしたら、ね、あのロボットとかね、はい、ということで今回はバトルボーグ 4G リミテッド VS セットでした。